感染拡大している北京では今日から市内すべての飲食店で店内での営業が停止になりました。日曜日のランチタイムですけどお店閉まってます。こちら真っ暗ですね。そしてあちらのお店は営業はしていますがテイクアウトのみの対応となっています。北京では都市部のほぼ全域で感染者が確認されています。飲食店での感染も広がり中国でも大型連休の中今日から4日まで全ての飲食店で店内営業が停止されました。生意的话呢肯定比之前的话肯定要差很多的，大环境都是这样，都能理解。休日は賑わいを見せる北京有数のショッピング街も閑散としています。映画館などの娯楽施設も軒並み閉鎖され経済への影響も懸念されています。